どうも皆さんこんにちは。というわけでですね、今ちょっと実家の方に帰ってきてるんですけど、今日はですね、運転免許証の更新ということで、ちょっとこの地元の松江駅からですね、ちょっと千葉の幕張の方に行きたいと思います。しかしこの駅変わってないですね。もう39年ぐらい変わってないじゃないですか。すごい駅ですね。ちょっと見てもらえますかね。すごいですよ。こんな感じですよ。何がすごいってね、改札ですね。改札がここは自動のこのパカパカ開くやつがないっていう、ね、これは普通に素通りするやつですね。これがちょっと今時珍しいっていう、ね、勝手に通れちゃうんじゃないかっていう、ね、この具合がちょっとすごいですね。この駅の未だにね、このこういう発見ボタンっていうね、こういうのが置いてあるっていう、すごい駅ですね。これなかなか今の時代にまあ珍しい感じの駅ですね。いやー、今日なんですけどね、あれですね、またちょっと2日連続でね、運転免許取りに行かなきゃいけなくなりましたね。というのもですね、ちょっと普通の運転免許じゃなくて、なんか住民票が必要だったんですよね。昨日はなんかその住民票が必要で、でもパスポートと免許証だけ持っていけばいいのかなと思ったんですけど、ね、でもなんか住民票も必要だってことで、それでもう一回行ったって感じですね。めちゃめちゃめんどくさいですね。最悪ですよ本当に。で今から、この駅からね、松江駅からちょっと幕張の方にまた運転免許センターに行っていきたいと思います。めんどくさいですが、しょうがないですね、こればっかりは。行ってみますか。